モフチルさん大型犬と触れ合えるカフェというところで、本日は取材させていただきたいと思います。大きいお犬さんがね何匹かいますけど、この看板が目印ですよね。営業時間と分かりやすくそのモフチルさんのことがですね、黒板に書いてくださってる大型犬と触れ合えるカフェということで、料金とかあと大人と子供とかですね、こういうの書いてますね。お食事のご提供はございませんと。カフェのドアはこっちみたいですね。じゃあいいですか。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。で2名様でお願いします。2名でお願いします。はい。どういった感じのあれカフェなんですかね。お食事とか食べるドリンクは、飲食物の提供がございませんので、はいはい、そちらの自動販売機でご自由にお飲み物を買っていただくようになります。じゃあ必要な人というか、なんか飲みたい方はもうここでこの自動販売機を買って入るような形ですね。こちらの方で履き物をお脱ぎください、はいはい、あとで、はい、スニーカーに変えてください。携帯電話 と、はいはい、とワンちゃんにおやつで使用する100円玉とあとは先ほど買われたお飲み物以外全て入れて鍵をかけて、鍵もポケットにお願いいたします。これで、はい、この鍵を自分で管理しようと思います、ね、はい、お願いします。失礼します。もうそこはちゃんが待ってくださってるのかね。はい、可愛い。こちらで注意事項の方を次に説明させていただきます、はい。ありがとうございます。ご来店ありがとうございます。ワンちゃんの抱っこは絶対禁止となっております。はい。ブラッシュを使っての撮影はご遠慮ください。はい。SNS に写真載せられる際に他のお客様やスタッフの写り込みのないようご配慮お願いいたします。早速で入っていきましょうかね。おとなしいですね、めちゃくちゃ。そうですね。出たかな？はい、いけます。はい、いけます。おー、すごい。なんか、これがね、あれですね、最初言っとった。はい。ひとみさん、1回100円。ありがとうございます。すいません。あ、そうなんですね。はい。お座りとかするので。はい。もう元気ですね、やっぱりね。みんな例えば食べたいんです。なんかこう喧嘩になりそうですね、なんかね。そうですね。お座り。さっきのところ。起きてる犬だった。4月27にプレオープンで、28にグランドオープンなんですけど。はい。まだ1ヶ月とちょっとあまり買えないかな、普段買えないから触れ合ってほしい、触れ合いたいっていう人と、あと将来的には大型犬を買いたいっていう方が、まずこういうところで触れ合ってどういう感じか、どういう犬種なんかとか知っていただいて、たくさんの種類の大型犬がいるので、だから僕はあんまり大型犬と触れ合うことはなかったんですよ。ここでは結構落ち着いた感じですよね、性格というか。その餌の時はね、やっぱりみんなが欲しい気ありかもしれないけど、なんか落ち着いてね、こう寄ってきてくれたりとか、やっぱ癒しっていうのがね、結構あるのかなと思って。この子4ヶ月、じゃあもうほとんど1年経ってない子もあるから。そうなんです。1年経ったら言うてもね、2歳とかですね。そうですね、2歳なんで、成犬はここ2匹だけ。ジャックさんとあれ、ジャックはもともと家庭で飼われてたワンちゃんで、はい、うちが引き取ることになりました。もう運動量が一番多いんですよ。散歩も1日2時間ぐらい行ってて、2時間もう体力が有り余って、他にちょっかい出しまくるんでイライラしちゃって、だからもう散歩2時間ぐらい行ってて毎日、はい、駐車場の、キムチ屋さんの隣の砂利のところはどこでも止めていただいて、結構満車になってることが多くて、第2駐車場、第3とはご案内してるんですけど、第2駐車場が美容室のところ、左端の2台になります。はい、もしわからなかったら、まあ、電話とか、まあ、電話ね、はい、インスタグラム、はい、なんか大型犬って思ったより、その僕の中でもうちょっと怖いイメージはあったんですけど、触れ合いやすく、まあ、正月っぽい癒されるような空間かなと思いました、うん、で、それはやっぱなんですかね、ちょっと、まあ、ゆっくりしたいなとか、そのあとなんか自分の、まあ、考えも、こうやって一人で入ることとかもできるんですかね。全然一人で入るお客さん多いです。なんか来た時にね、なんか
自分でちょっと見つめ直したらいろいろできたりとか、まあ、心を落ち着かせる場所なのかなっていうのは僕は思ったの で、まあ、でぜひ皆さん、まあ、一度はね来ていただいて、まあ、大型犬苦手な方もねどういう場所かっていうのはどういうのかいうのを一回体験してみられたら、まあ、僕みたいにねちょっとあのイメージが変わるんじゃないかなと思います。こちらにコロコロがあってコロコロでしっかりあの毛も取れるような感じですね。で、これコロコロした後にインターネットティッシュもあるよ、はい、なんでこちらを使ったりね、まず一回手をきれいにして、なんかあの従業員さんもね、あのとても丁寧な対応してくださり、いろいろこう入ってもやりやすいような、まあ、あの若い女性の、ね、店員さんが多いところかなと思います。で、まずあの中に入ってもそのお犬さんとね触れ合えて、あのまだ若いお犬さんが多いんですかね、小さいお犬さん一番多くても 2歳ということだったので結構甘えてくるんですけど、思った以上にその怖くないというか、あの大型犬の僕はイメージがちょっと変わるような感じの優しいお犬さんが多くなかったんで、まああのあれですよね、そのなんかちょっと自分が考え事しとる時とかだったり、いろんな時に来ていただけたり、なんか癒されに皆さん一回は来ていただけたらいいんじゃないかなと思うので、ぜひ一回ね、あの岡山県の、まあ、南区ちょっと外れては、岡山市内の方から外れてはいるんですけど、モフチルさんに皆さんもぜひ行ってみてください。